こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。健康トキナーミュージアムの収蔵品の中にこのレンズ、トキナーの ATX-M90 90mm の F2.5 マクロですね。1982年発売ということで ATX の最初期のレンズということになるわけですが、これ現物結構コンパクトなんですよね。当時の105マクロとか私いろいろチェックしてましたけど、トキナーの90マクロカタログでしか見てなかったんで記憶にあまりなかったんですが、これね2分の1倍マクロなので、まあ、繰り出すとこのようにレンズが伸びてくるスタイルではあるんですが、あ、結構伸びますね。でもまあここまでで、2分の1倍というところが特徴のマクロレンズです。で、まあ、このレンズですね、まあ、フィルターサイズ 55mm、 コーティングもマルチコーティングですね。こうして見るとコーティングの色が結構綺麗という感じもしますし、マクロ 90mm 1:2.5、 これまあ F 値のことですね。そしてトキナー ATX と赤いマークということで、まあ、前から見ても非常にかっこいいレンズという感じがしますし、このピントリングの幅の広さ、そしてこの使いやすそうなパターンということで非常にね、いいレンズという感じがするんですが、ピントリングの回転量もすごい大きいですね。ここからここだから270度ぐらいあるのかな。はい、結構な回転量があって繰り出してくるといったレンズなんですけども、これね、まあ当時シャープさがすごい人気だったということで、これ設計した人が、まあ、巷の噂、まあ、いろいろ検索すると出てくると思うんですけども、ペテンスキーという海外の方がデザインしたと、設計したというレンズなんですけどね。まあ、光学設計的に非常に優れてて、シャープネスが優れてるということです。で、ここに書いてますよね。中望遠マクロレンズ。専用のマクロエクステンダーと組み合わせて、マクロ接写倍率を1対1と。まで可能としたということで、実はこのレンズ単体では4万6000円というメーカー希望小売価格なんですけども、これに対して専用のエクステンダーがあるということですよね。専用のエクステンダーは2万円ということで設定されてまして、これとこれを組み合わせることで、ね、これとこれを組み合わせることで等倍マクロになったということですよね。あれ?はまらないのは多分、収蔵品のこっちがペンタックスかな?違うな。FAX だから富士 AX マウントですね。こっちがペンタックスマウントということで、マウントが違うからはまらないんだ。はい。収蔵品はこういうことがあるわけなんですが、富士 AX マウントだって、まあ当時富士フィルムのフィルム一眼レフ AX マウントというのがありましたから、それ用のレンズですね。まあいろんなマウントのレンズを出してたんだなというところですけども、絞りはこのようにマニュアルの絞りがあって 2.5 から F22 までということで、もう一つこのマークがあるのは何だろう。富士の、あ、これ多分これで富士のカメラでオートが効くということになるかと思うんですが、こういった絞りがついています。被写界深度メモリもこのように8と16と32ということでついてまして、こう、まあ、幅が狭い感じというところですね。このレンズ、本当にシャープさが絶賛されたということで、いろいろ検索していくとね、ボケが綺麗で、ボキナーというようなことがアメリカで言われてたみたいなことが書かれてるんですけど、まあ、当時、売ってた時は、ボケなんていう概念、海外にないはずなんで、で、当時の担当者はね、このレンズ、シャープさがすごく有名で、ボケに関してはあんまり褒められたことがないと言われてまして、まあ逆にそのとろけるようなボケ味のマクロレンズなんてシャープさが足りねえだけだろうみたいなことを言ってた人もいるわけなんですが、まあ非常にですね、シャープさで売ってたということですね。まあこのね、文字の書体、角張ったトキナー書体なんですけども、これも非常にかっこいいということと、あとね、繰り出していくと、この緑の文字と赤い文字か、2タイプあるんですけども、この繰り出しのところで、接写倍率を見るということなんですが、緑の方が単体の時の倍率、
赤い方がこの専用のマクロエクステンダーを組み合わせた時の倍率ということですね。マクロの時にエクステンダーというのは、テレコンバーターと一緒、つまり2倍のテレコンバーターに相当するマクロ専用なんですけどね、ガラスレンズがちゃんと入ってるということで、こういったスタイルを取ってるのは確か時縄しかなかったと思います。当時、2分の1倍マクロということでカメラメーカー各社も出てましたし、レンズメーカーもあったと思うんですが、他のメーカーは接写リングですね、接写リングを使って等倍撮影みたいな、2分の1倍までが単体、等倍は接写リングを使うというのが多かったんですが、トキナーは光学的なところで一歩他のメーカーと違ってましたよというのがこのマクロエクステンダーでした。というわけでね、ペテンスキーさんが設計したということで有名な ATX-M90、 まあ、この後 AF になってからはこの 90mm が廃止されて AF の 100mm になっていくわけですけども、時のあの歴史を刻むマクロレンズ、最初のマクロレンズですね、ということで、健康時のミュージアムに収蔵されています。ぜひ、まあ、ガラスケース越しになりますけどもチェックいただければ幸いです。